ういーしとこです。今回はですねプロスピコロシアムの方をやっていこうかなと思います。プロスピコロシアムの最終決戦です。皆さんいかがでしょうか。プロスピコロシアムいい感じで進んでますでしょうか。1位を目指している方多いと思います。はい、で今リアルスピード超えてリアル軌道ですね。はい、リアル軌道マジでむずいよね。これ考えた人マジでありえんわ本当にマジでいいもの考えてくれたね。やってくれるねって感じですよね。で一応ね僕は、実質3位ですね。うん、114ですね。首位の人とは128。128ってえぐくね。これマジで本当に死の組に追いやったなと思いますね。うん、まあ、これよりはいいんだと思うんだけど、まあでもね本当に128ってすごい壁だと思うんで、生半可な、感じじゃ、超えられないと思うから、はい、なんとか超えられるように頑張りたいなと思いますけどね。一応こんな感じですね。最初は良かったんだけどね、最初はめちゃくちゃ良かった。でもねここからちょっと落ちてったね。333とかね、いただけんよね。ちょっと失速したよね完全に。うん、失速しちゃった。でまあね、後々1とかあるんだよね確かやっぱね2、1じゃ全然ね太刀打ちできないよね。うん、どうしても太刀打ちできないんだよね。本当になんとか頑張っていきたいところであるんだけど、うん、いやー、やっぱ1位の人すごいよね。安定してる。うん、成績が。なのでね、俺今回ね、なんとか逃げ切りたいなと思います。逃げ切ります。もう後方追い込み機とかマジ嫌いなんで。まあ、馬娘やってる人今のこともわかると思うんだけど。まあ、S ランクリアクションもあるんでね、最後まで引いていこうと思うので、楽しみに見ていただけたらと思ってます。はい。ではね、早速、一応ね、このランキング募集、100エナジー、3万スピンメダル、10万コイン欲しいからね、なんとか取りに行きたいと思います。それではショー、レディーゴー。よし、じゃあ最初ビシエド選手です。お願いします。山本正人投手。まあね、あのリアルスピードのね、リアル軌道のコツとしてはね、一応動画上げてるんでそちらも見ていただきたいんですけど、あのね、ミート打ちの方がね確率高いんですよ。なので、ミート打ちでやっていく。これで、はい。あー、惜しい。ミート打ちでしっかり捉えてったら、ミートは高い選手をね、並べておくといいんだと思うんだよね。で、変化球には手を出さない、なるべく。変化球、マジむずいから。こう来たか。ミート打ちでいったら、いける。これどんな手でも使ってでもクリアしたいから。で、とにかくホットゾーン。ホットゾーンでしっかり捉える。この赤いゾーンね。これでしっかり捉えていく。甘い球。今見た、これ打ったらゴロになるからね。これ、こういうの。あー、くそ!しちゃうわ。いや、今のストレートとかは、意外とね、強振のはいいかもしれない。でもね、難しいんだよね。宮西とのストレート沈むからね。沈んでくるんだよ、こうやって。動くんだよ。よし、オッケーオッケー。とにかく泥臭くてもヒットを打つと。うん。強振もありだと思うんだけどね。点取り行くときは強振でいいかもしれない。こういうときとか。点と等がね、打席回ってくるからね。通信物だよ、絶対。通信物じゃダメよ、本当に。あー、いかん。遅い、球が。よーし、行ってやろう。これ行ってやろう。よーし、ナイス。オッケーオッケー。よし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 。いいね。打席をとにかく回せないかんから、出塁すること、とにかく。今何安打かな ?3 安打、オッケーオッケー、いいね。藤川投手はね、浮くから気をつけて、本当に。よし!捉えた!よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。よしよしよし。もうガチやからね、俺マジで俺。本当に。ガチで首位狙ってるから。大逆転してるわ。最低でも5アンダー打ちたいね、ここは。松井投手変化球多いからね。それでないね。それでない、マジで。あ、いかん。これミート打ちやな。
この判断が重要ですね。よし、危ない危ない。なるほど。さあバッターは何を待っているか。よし、よし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 、オッケー。追い込まれたらもうね、もうセコイとかね、そういうの関係なくに、もう普通にミドジ、それがいい絶対。よっしゃ、オッケーオッケー。とりあえず5安打いきましたね。はい、いいかなと思います。さあ次行きましょう。全然合格でしょこれは。はい、セカンドラウンドですね。今回は村上選手ですね。はい、一応119まで行けましたんで、なんとか、1位目指していこうかなと思います。先ほどは、一応ね、5点取れたんですけど、今回はね、6点目指していきたいですね、なんとか。戸郷投手、変化球大きいピッチャーなんで、ほんと注意していかんといかんですね。まっすぐ狙いですね、やっぱ、ここは。ホットゾーンで狙っていきます。よし！あー、くそ！あー、マジ腹立つわ、ほんと。ちくしょう。表紙のはいいんかな。このフォークは絶対手出していかん。よし、オッケー。よし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 。ヒット打つやったらね、本当にミート打つのはいいと思うんだよね。又吉投手は変化球ちっちゃいから、これは表紙にいいと思う。来るね。まあちょっと追い込まれたけ、これでいこう。落ちろ、危ねえ、くそ。あー、くそー、マジ悔しい。あー、痛い。今のはマジで痛いわ。ツータコはマジ痛いぞ。追い込まれたか知らないけど、今のは球種が多いのは厄介やな。いってやろ、おっしゃおっしゃおっしゃ、超えてやろ。オッケーオッケー。やばい、2安打で終わったら終わりだ、マジで。3安打打っとかんといかん。あー、やべえ、やらかした、くそ。あー、もうダメだこれ。いや、負けました、これは。いや、今のは負けました、完全に。ダメっすね、これは。いただけないっす。マジで。はい、絶望的状況ですけど、まあ、ちょっとやっていくしかないんで、クロマティ選手で、ちょっと、とりあえず、首位に、踊り出ることを目標に。もう強振でいきます。もう当たってくだけろじゃねえけど、もう強振でいきます。とりあえずもう強振でぶちのめします。もういいやって感じでいるんで、もういいや精神です。よし、気楽にいけると思うんで、そっちの方が。もう、どうにでもない精神でいきます。とりあえず最低6安打ですね。よし、オッケー。もうシングルでいいですよ、シングルで。とにかくシングルで打っていきます。6打席回せばいいんで。エスコバー投手はツーシーム厄介なんでね。よっしゃいー、オッケー。今回ガチなんでね、ほんと。とりあえず127点目標。いやー、ナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。勝ち込めんな、なかなか。スライダー。スライダー絶対出していかない。やい、絶対ね、一回は凡退するんだよね、本当に。けしからんわ。
マジクソやわ。よし、これ広角打法でいけるや。とんなや。ほんといらんわ。取らんでええねん、マジで。ファインプレートいらんじゃん、マジで。クソが。はい、もう集中力切りました。お疲れ。もうちょっと割愛します。もう負けたんで、これ。はい、すいません、ちょっとテンションマジ下がったんですいませんけど、今1位になりましたけど、もう抜かれるっす、これは間違いなく。はい、一応こんな感じで多分3位でしょうね。なので、3位の報酬、これかな。60エナジー、1万スメダル、3万コインか。だいぶ落ちたけど、まあ、仕方ないですね、これは。まあ、これが俺の実力っす。で、一応ね、今回は、最後に、こちらの、スラック契約書、引いていきましょう。始めましょう、レディゴさすがにここでね、いい選手引いておきたい。ってところでありますね。はい。なんとか、どうでしょう。いい選手引いて終われるのか、注目であります。はい、福田のうまさ選手です。まあ、中日枠は僕持ってるんで、いっぱいいるんで、大丈夫です。まあ、自チーム契約書ではなかったんでね。自チームというわけで、はないんですけども。はい、一応こんな感じでございますと。はい。てな感じですね。はい、という風な感じで今回、引いていきましたけども、はい、なんとか1位は取れましているんですけど、まあ、すぐ抜かれると思うんで、まあ、残念ながらって感じで。まあ、年末年始のね、スカウトはどこ引いていくかわからんけど、そこ引いていくんで、楽しみにしてください。今日はちょっと、マジ無事切れちゃったんだけど、すいません。はい、ガチやったんで。まあ、でも俺の実力不足なんで、はい、すいません。はい、というふうな感じで、今回の動画は終わりにしたいなと思います。ありがとうございました。ウィッシュ。